もう店やってない。だこれからまたやるんだよ。どうなるかわかんねえけど。税金対策大丈夫？収入がねえのに税金対策もクソもねえだろ、バカ野郎。そろそろ、暗幕ってなんだよ。弾幕？ドブ料理じゃ稼げ、そりゃそうだよ。いや、自虐じゃねえっつうの。だから、誰だ、だ、配信みんなさ、長くやりたいわけじゃん。ただ、長くやるには、ノープレスでいかないと。変にプレッシャー抱えながら配信なんかやったってうまくいくわけねえじゃん。野田なんか見てみろよ。もう自分じゃ何言ったって、何やったっていいか分かんなくなっちゃって、お前、路頭じゃねえかよ、あんなの。なんか喋ったって面白いわけでもねえしよ。どうだろう？一人でブスってしてこうやって放送やってんの？なんなん本人も楽しくねえと思うんだけどな。俺は結構毎日楽しいよ。俺はかなり楽しい。あんなのよ。曲流したりしてよ。ステップ踏んだり。でもステップが焼きが回ったなって言われたけどね。さすがに。こっちは揺れてないね。そうそうそう。だから俺の場合は、もう本当に自由に自分の好きな放送や。俺楽しそうでしょ？他のさ、生主みんな悲壮感が漂ってんだよ。なんかにさ、追われてんのかね？自分で自分をなんか苦しめてる感があってさ、かわいそうだなと思って。配信ってもともと楽しくやるもんじゃ。自分が楽しくなきゃ配信なんかできねえもん。いや、俺は結構楽しいよ。マジで。俺楽しくやってるよ。のんびりな。好きな時に枠開けてよ。なんか気分乗ってきちゃったな。お借りしちゃおうかな。髪の毛は元から交代する髪はねえ。誰か鼻すすってる。いや、すすってねえよ。延長してあるっつうんだよ。光ちゃん寝てるっつうの。死んだように寝てるよ、あの人。長いな、あれ、朝まで起きねえのかな。マジで？多分？本当かよ。あんたたち行くわよ、ケビー。はい、乾杯。ゆきに乾杯。狂犬さんも、タダピョンも、ラドーさんも。ゲルゲはあんまり飲みすぎんじゃないよ、俺がいない隙に。ね、あった。あ、行くんですね。でもさ、これさ、どっかにさ、あれがあるんでしょ。はい、ちょっと開ける。ああ、出たとこ。どっかにさ、自販機あるでしょ、ここも。だよね。エコーねえぞ。ないんだよ。あとあれだよな。風呂がな。夜中も入れないのかどうかだよな。結構夜中にさ、風呂行くの好きなんだよ。ああ、いい。見なくていい。見なくていい。あれじゃねえ。もう、入れると思うよ。こんなところ。循環だもんね。お湯が。ねえ、どこ普通に空いてると思う。多分ね、10時から、チェックインまでの間に掃除するんだよ。あとは多分空いてると思うよ。もみあげもある。違うか、ここがねえんだよ、ここが。店いつから再開するの？ 12 月はもう完全にやりますよ。鳩にもう売られるぞ、ツールピカ。なんだよ、それ。
皆さんビールは持参 OK？ それ OK だよ。持ち込みダメなホテルなんか俺聞いたことねえぞ。うん。あんのそんなの。眠くないの？俺だってさっき一回寝たんだ、3時間ぐらい。飯食った後に。うん。おでんは儲かるから店しない。ああ、おでんな、またな。ことごと煮ないとな。うん。あとあれだな、角煮とかやりたいね。なんでまた、なんで店またやる気になったの？じゃあ店やんないとさ、ねえ、ゲルゲも戻ってきたし、だいたいゲルゲがね、俺ん家に戻ってくるきっかけを作ってくれたのはマゼさんだもんね。ああ。そうよ。俺はかたくなに俺からは連絡しねえっつってたんだ。マゼさんがこう、ちょっと連絡してくれて、ちゃんま怒ってねえからっつって。ああ戻ってこいっつって、うん、そうよ。あ、そうよ、俺の角煮結構うまいんだよお前、うん、やんなくていいよってなんで言うんだよ、やんなきゃダメじゃないかよ、うん、そうそう、うん、それで自分は離れる作戦か、そんなん離れる作戦かとか、そんなんどうでもいいんだよ、お前。角煮結構俺、うん、普通に作れるよ。だから俺の角煮は、あの、ザラメ使うから、うん。でもザラメ使っても、甘さ抑えめだから、生姜効かせるから、そんなに胸焼けしないよ。うん。下入れもきちっとするし。うん。お前ら好きだろ、プルプルの、うん、八角は俺入れない、うん、圧力鍋使えるのか、使える、うん、うん、ただ角煮のベースになるのを豚のバラのブロックにすんのか、ヒレにすんのかで、ちょっと違うんだけど、バラの場合は、あの、圧力鍋で、あんまりやりすぎない方がいいね。うん。バラがいい、やっぱり。あの、トゥルトゥルがいいんだ。で、あれね、豚バラ、ま、前日に仕入れて、あのいわゆる塩麹に一回つけて一晩寝かすの、冷蔵庫の中で、で翌日それも水で洗っちゃっていいから塩麹全部落として、で新たにやるとめっちゃうまいから、うん、なんでだろうねあれ塩麹ってね、うん、一晩だけ冷蔵庫で、あの冷やしちゃっても関係ねえから。そっちの方が逆にいいの。うん。豚の角煮はうまいよな。好きな人は好きだもんな。やってみな。一晩だけ、うん。塩麹につけて、翌日水で流しちゃうんだよ。たら、キッチンペーパーでしっかり水分取って、それから煮込めばいいから。うん。圧力鍋持ってるよ。うん。黒糖、あ、黒糖もいいかもしんないけど、うん。あ、美味しい。角煮の美味しいところが意外と少ない。あ、トンポーロと豚の角煮はどう違うの？似てる似てる。だってトンポーロに使う、豚も、一回角煮にしてるんだからね。うん、地震大丈夫だよ、うん、はい、来た方いらっしゃい、おじちゃん、なんでザラメ入れるの？コクが出るから、うん、さっき黒糖って言ったじゃん、あの確かにうまいんだけど、
高いんだよ 正直言うと。うん。うん？いや、別にやるが特定されても別に問題ないよ。うん。ザラメか三温糖を使うね、俺は。その煮魚、煮物系は。白砂糖は使わない、基本。角が立つから、味に。うん。もう甘さのみしかないから、コクがないから。醤油にあんまり合わねえんだよ、白砂糖って。うん。だから、なんだろう、ザラメ使ったりとか、うん、和三盆使って、高えんだっつうんで、だから、うん、高いの。コストに反映させるだけの技術があれば使ったっていいよ、俺は。グラニュー糖はダメか。やってみろよ、じゃあ、一回自分でよ。だからさ、いい喫茶店行くとコーヒーのさ、砂糖もさ、白砂糖じゃなくて茶色い、こういうロックアイスのちっちゃいみたいなのが入ってんじゃねえか、溶けにくいやつが。なあ、高い、こう、ちょっとこだわりのコーヒーの店とか行けば、白砂糖じゃねえだろ。それはわかるよね。茶色っぽいこうのが入ってんじゃねえかよ。うまいんだよ、だからそっちの方が。そう、あれ残るんだよ。溶けにくいんだよな、あれな。とでしょ？高級店行きゃ行くほど、ああいうの置いてあんじゃん。純喫茶みたいなさ、なんかさ、親父がさ、趣味だけでやってるようなとことかあんじゃん。うん。そう、甘みだけじゃないんだよ。ただ甘いだけだったら白砂糖とかよ、コーヒーシュガーでいいよ。うん。そうなんだ、そこに残るの。だから常にこうやってかき混ぜないとダメ。成分が違うんだから。要するに白砂糖っていうのはもう甘さを、のみを追求して、他の部分を全部、どんどん精製してって、残ったものだけだから。精製しすぎるのは良くないんだから。うん。味の素なんか入れねえだろ、コーヒーに。あ、キュービーさんどうも。旅行に来てまーす。どうもでーす。お、キュービーさん来たよ。うん。なんかさ、キュービーさんさ、俺んとこのリスナーさんがさ、今日の昼間の放送で、なんか、キューピーがよ、うめ、なんか佐野のことディスってたでとか、またポンプですよ。ポンプ、ポンプ。うん。嘘つきやがってさ。ああ。俺を誘ってくださいよ、旅行に。忙しいじゃん、ケイビーさん、今。うん。で、言ってないの分かってんの？だからそうやって、もう何でもかんでもポンプ入れてくるから。そんなことキュービーさん言うわけないじゃん。ね？なんか、ホープが言ってたよとかさ。ね？キュービーさんが言ってたよとかさ。もう俺んとこはね、それしか来ねえから。もう俺、誰も何も俺のことなんて言ってない体でもうこれから行くから。言うわけないじゃん。だから、そういうなんかね、煽り中はね、もう、まあ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 って。うん。ホープは言ってただろ、いろいろ。言ってねえから。ああ。言ってないんだよ。リスナーってね、なんだかんだ言ってね、分かってねえけど、生主って、生主同士の話ってあるのよ。あんたらに分かんないとこで。それをね、慣れ合いとか君たち言うけど、だったらなんだっていう話よ。仲良くして、生主同士みんなが仲良くしてきゃいいの。香川以外な。うん。わかるだろ、それは。香川以外だもんな。生主はみんな仲良くしていけばいいの。香川以外な。うん。わかるだろ、お前らも。それはもう正解だろ。正解だろ、お前ら的には。
なるほど、そりゃあちゃんまん、世界。ね、由比ガ以外の次はもう今度香川以外だから。この正解に決まってんじゃないの、誰があんなもんとおめえ仲良くするかよな。お前らの中にだって香川の放送なんかやってたって、またもう見ようとも思わねえ。チラッと見たってブラウザバックだよ、お前あんなの。見ろ、お前、あいつ。あいつアクティブ14とかだぞ、お前。俺チェックしてっけどよ。アクティブ14とか、お前大丈夫かよ、もう。死んでるじゃん、もう完全に。なんだ、あいつ。バカなんじゃないか、本当に。のりちゃん助けてって泣きついて鍋つついてんだから。泣きつくわ、鍋つつくわ。で、お前つつきすぎだっつうんだよ、お前この野郎、お前よ。お前冗談じゃねえよ。本当だよ。香川暗黒よりチャンネル会員多いぞ。だからそれで食ってきゃいいじゃんかよ。あ、ホブさん NG じゃないでしょ。ちゃんとコメント見えって。色ついてんじゃん、ビシッてよ。なんでいつも NG ですかなの？ビって入ってんじゃん。見えたでしょ、今俺のコメントビューアーで。NG なわけないじゃないですか。勘弁してくださいよ。おはようございます。はい、どうも。最近バンバン放送やってんね。俺の、ニコレポにさ、もう、ハマちゃんとホープさんしかいないんだけど、ババババババって。何あれ？ねえ。今 どんだけ枠取ってやってんだよって。俺自分のニコレポ見るたびに、ひでえな、これ って思って。いや、別に全然いいんですよ。ってるねーって思って。あ、そうそう、ホープさんあれだよ。キューピーさんもここ今放送来てくれてるよ。ね、仲良くやんないんだよね、生主は。香川以外ね。また言っちゃったけど。これからこれ定番にしよう。生主は、ね、生主、配信者、それなりに名前の通ってる人たちみんな仲良くしなきゃダメ。ね。で、仲良くして、香川以外とな。あいつだけのけものにしてやらいいんだから。あとね、若干金杯ももういらねえかなって思ってる、俺。正直。金杯も若干今いらない体に入ってきてる、俺の中では。俺の心の中だけよ。みんながどう思ってるか別。俺の心の中では、金杯ももう使えねえな、こいつっていう。香川もう全く使えないから、あんなの。利用価値ねえし。ホークさん、キュービーさんもほら、おはようございますとか言ってコメント打ってくれてんじゃないですか。そう。だからね、共存共栄だから。ただ、香川以外ね。すべてにおいて。あれはいらないから。あんなのとはね、共栄できないから。滅びるだけだから、あいつと仲良くすると。だから、のりちゃん、今回やっちまったなって思ってんだけどね、俺は。んでなんめえよ、のりちゃんとこのリスナーはよ。何やってんだよって思ってるけど、でも、石川には、それは言えねえから、我慢してるんだと思うよ。正直。のりちゃんリスナーは、おい、のりちゃん利用されてるよって、バカに言って思ってるのは大半だと思うよ。間違いない。